99式五ミ 155mm 榴弾砲。99式五ミ 155mm 榴弾砲。99式自走百 155mm 榴弾砲は、日本の陸上自衛隊が75式五ミ 155mm 榴弾砲の後継として開発した自走榴弾砲である。防衛省は広報向け相称を、ロングノーズ、略称を 99HSP としており、 ハイビブ体内では99式15竜や SP とも通称される。1985年、昭和60年から75式時速 155mm 榴弾砲の後継として研究開発が開始された。当初は75式の方針長30後継を39後継に換装することを検討していた。しかし、 射撃管制装置の更新などの要求が出たために、車体も九百八十七年、昭和六十二年度から八十九式、装甲戦闘車をベースに新規開発されることとなり、車体は三菱重工業、手法と砲塔を日本成工所が開発を担当した。九百九十二年、平成四年度までに、五十数億円を費やし部分試作を完了し、九百九十四年、 平成6年度には装備化を前提とした開発に移行。1996年、平成8年度までに技術試験、1998年、平成10年度までに実用試験を完了させ、1999年、平成11年度に教育部隊向けの4両を皮切りに調達が開始された。75式地層 155mm 榴弾砲の 後継車両であり、車体は89式走行戦闘車の車体を流用し、天輪を上下各一つ加えて延長している。車体全部の右側に操縦席があり、3機のペリスコープが備えられている。その左側には機関室が配置されており、89式と同じディーゼルエンジンを搭載する。機関室の上面は排気口と給油口になっている。 車体後部は戦闘室となっており、その上に日本製功所が製作した大型の箱型砲塔が乗る。砲塔はアルミ合金製で、上面左右に昇降用ハッチがあるが、側面にも左右2枚ずつの扉を有する。砲塔の配置は、右側に前から、砲手、社長が座り、左側に総填手が座る。砲塔後部のパネルは、ボルト止めになっており、 自動装填装置の整備時には取り外すことができる。後径は75式自走 155mm 榴弾砲と同じ 155mm で、方針長は30後径から52後径に延長されている。戦車と異なり、方針にスタビライザー等はなく、当然移動間の射撃は不可能であるため、方針は停車して射撃するとき以外は、 トラベリングクランプにより固定されている。トラベリングクランプはに組み付いており、全自動で解放、固定の操作が可能である。中体複座機構の油圧を制御することで、方針を誤差して格納した状態にすることもできる。最大射程は、約 30km と75式の1.5倍以上に伸びている。93式長射程榴弾、ベースブリード弾使用時の最大射程は、 約 40km。一時は、散布式の死弾を有する零散式 155mm、榴弾砲用多目的弾開発され、配備されていた。死弾は、成型作薬であり、軽装甲車両に対する攻撃力も有し、被害範囲は 100m 四方とされている。クラスター弾に関する条約に抵触するため、廃棄された。自動装填式であるが、装填は、 任意の角度で行うことができ、手法を一定の角度に戻して装填する必要があった75式に比べて迅速な装填を可能にしている。さらに、砲弾のみ自動装填であった75式に対し、砲弾と共にユニチャージ式の装薬も自動で装填され、最大で毎分6発以上、3分間で18発以上の発射速度を有する。 アメリカ陸軍の自走榴弾砲である M109A6 は機械的な補助はあるものの砲弾、創薬、果敢の装填が全て手動であり、99式は技術的に進んでいると言える。特に創薬の装填も自動化した自走榴弾砲は世界的にも珍しく、ドイツの PZH2000 やイギリスの AS-90 でも実用化には至っていない。また、 砲塔右後部のハッチ前に、本社への球弾専用に開発された99式弾薬球弾車を連結することで、自動で弾薬を補給し、継続的な発射速度を向上させることができる。なお、FH70155mm 榴弾砲の後継として開発された19式総輪自走 155mm 榴弾砲において、 低コスト化のため九十九式の百五五十ミリメートル砲の技術を流用している。このほか自衛用として、砲手ハッチに十二点七ミリメートル重機関銃 m 二を一丁装備する。榴弾砲は、間接照準射撃、目視できない敵に対する射撃のために作られた砲であり、自衛目的などで行われる直接照準射撃、敵を目視して行う射撃を除いては、 基本的に単体で照準を行うことが来ない。敵及び弾着の確認を行う、遮断観測部隊と射撃に使用する方位角や射角を計算する FDC、そしてそれらの部隊と射撃部隊をつなぐ通信システムが射撃において必要となる。全員の75式は、事故位置の表情に測量が必要であり、射撃に必要な方位角を入力と、 各家法に搭載されたパノラマ鏡の反転法及び、照準点となるコリメーターや、標管等の設置が必要となっていた。また、射撃指揮所で計算された射角や方位角、新管の調整は、無線や有線により、音声で各家法に得られていた。このような人間によるアナログ方式の照準は、陣地侵入から射撃までの時間がかかり、また、初限の入力ミスや、 弾着の誤差が発生しやすい欠点がある。北、大西洋条約機構や、陸上自衛隊で射撃に使用される単位、ミルは、円習を6400等分した単位で、1ミル間違えるだけで1トル先で、約1ル1 0トル先では、約1 0ルの弾着のズレが生じてしまう。2013年には、 北海道のヤウス別演習場で訓練を行っていたアメリカ海兵隊がパノラマメガネの操作を誤り20度ずれた状態で射撃を行うという事件も発生している。99式に関してはコリメーターなどを使わずに射撃をしていることから完成後方装置、INS もしくは衛星測位システムを使用した事故一、方位角の表情を行っていると考えられている。ただし、 砲塔上面にはパノラマメガネがあるため方向板とコリメーターを使った車高付与も可能である。射撃管制装置は陸上自衛隊の特化部隊用戦術データリンクシステムである野戦特化者式装置フェ a デック、ファダックに対応しており、さらに高度な機能として射撃式所の遠隔操作による自動標定、自動照準、自動装填、自動発射が可能とされる。 近年の砲兵戦では、大砲挟まレーダー、加工標定、音源標定、無人偵察機などの各種観測装置と、戦術データリンクの発達により、砲挟まの攻撃を受けると、瞬時に射撃位置が表示され、反撃が実施される体制が確立されているため、短時間の射撃の後に、陣地変換をする場合が多くなっている。式は更新、射撃準備、射撃、 撤去の一連の動作を機械力により大幅に自動化するとで現代線に対応している。高性能だが、一両あたりの調達価格が9億6、0円と高額なため、年間の調達数は数量に止まっている。調達した車両のうち2両が2001年、平成13年に発生した貨物船の沈没事故で海没していい。現在第七師団の 第7特化連隊に配備が進められており、第2師団の第2特化連隊第1、第2大隊など、北海道の特化部隊に配備され続けると予測されている。なお、平成25年度をもって、北海道内での完走を終了し、すべての師団と特化部隊は99式を装備、運用している。ただし、平成十三年度以降にかかる防衛計画の対抗について、 22対抗において、過法の数が400門に削減され、平成26年度以降にかかる防衛計画の対抗について、25対抗では300門に削減されたため、すべての75式を更新するほどの生産は行われない模様である。陸上自衛隊富士学校陸上自衛隊武器学校、北部方面隊、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。